動画先生石川博之、菅野すみおです。今回はルンバスライディングドアの、ムーブメント編、動きをちょっと考えていきましょう。まずルンバスライディングドア一回やります。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、アレマーナ、ツー、スリー、フォー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 。Two, three, four. Two, three, four. One, two, three, four. One, two. ね。みんなもよく知っているスライディングドア。ね。これの、ムーブメントの付け方を、説明しますが、取り立て何か特別な感じではなく、普通です。ただ、普通っていうものは決して、簡単ということではないですね。普通が逆に難しいのかもしれない。まず、ベースになる体重移動、ね、ムーブメントで考えてみると、簡単に言うと右乗りましたね。そこからお尻が、右乗ったら右のお尻が前に入って横に行って後ろに右回りをします。で、左に乗ったら、左のお尻が内側から前を通って横を通って後ろ。いわゆる8の字というやつね。右に乗ってお尻が右回り、左に乗って左回り、右に乗って右回り、左に乗って左回り、ちょっと横向きで。右に乗りました、お尻が前から、ね、左に乗ってお尻前から回っていきます。右回り、左回り、右回り。この内側から前を通っていくというね。前を通って回っていかないと丸くならないよね。なので、ちゃんとね、前から横から後ろに、ね。内側通って前から横から後ろに。これも多分動画先生の、前のね、以前のものに体重移動とかね、その辺で説明があると思いますので、そこ詳しく知りたいっていう人はそっちを見てください。ね、で、今お尻先に行っちゃいましたけど、順番逆になりますけど、お尻の前にまずボディを引っ張ってください。ね、ボディが引っ張ってそこからお尻が回っていく。上半身先先行させそこからお尻が回っていきます。ね、で、上半身の方も、これもまた簡単に説明しますけど、右乗ったら、簡単に言うと右胸前。よいしょ、右乗ったら右胸が前。その胸が前から横から後ろに回っていきます。左に乗ったら左胸を出します。で、左胸横から後ろに、右胸、前、横、後ろ。だから胸八の字。ね。横向きで。右に乗ったら右胸。それを引いて、左胸を引きます。で、その胸を引いて、それを追いかけるようにヒップが入っていきます。だ順番としてはずれますよね。胸が出ました。胸を引いてくると今度お尻が前になる。わかるかな？胸とお尻の関係。よね。胸を引いてお尻が前に入ってきます。胸を出しました。胸を引いてお尻が前に。胸出して引いて。胸出して引いて。胸八の字から順番に、お尻下の八の字まで。まあ、本当は今胸とお尻って言いますけど、まあ、その間も胸、胸1、2、3、4、5、6みたいな、こう上から順番に、ね、上から順に使っていくと、ちょっとこう体がこううねっていくような、ね、感じになると思いますので、胸8の字から、お尻8の字まで。で、いいね。ついてきてるね。大丈夫。プラス、肩8の字。肩もあります。肩が簡単に言うとこう回ってます。わかるかな？こうです。こう回っていきます。ね。それにさっきの胸八の字とお尻八の字がミックスされた。右乗りました。今右胸出しました。ね。右肩。それが、ちょっとわざとらしく言うと右肩が上から後ろに行って落ちてきます。左乗ります。簡単に言うと左肩が上。左肩が後ろ、下、右肩が上、後ろ、下、肩も回っていきます。グイン。
で、今上って言いましたけど、肩を上げてるわけではなく、今左側が下がります。左側が下がった分、結果的に右が上になるだけで、右肩を上げてるわけではないです。ね。そこを勘違いしないように。結果としての右肩が上にある。それが後ろに行って下になる。ということ。はい、横向きで、右のった、右肩が回る、胸が回る、お尻が回る。左肩が回る、胸、お尻。肩八の字、胸八の字、お尻八の字。肩、胸、お尻。ぐりぐりぐり。ぐりぐりぐり。ぐりぐりぐり。はい、正面向き。はい、右。左。これがまず基本の体重移動のムーブメント。肩八の字、胸八の字、お尻八の字のミックス。簡単だ。これを、今回スライディングドアに当てはめますが、別にスライディングドアの時にやるものではないです。ね。普通にルンバのベーシックをやる時も、常に同じこれです。ね。だから、基本的だよって言ったけど、簡単ではないって言ったのはこういうこと。ね。だから体重、みんな体重移動をどれだけ重要と思ってるかわからないですけれど、体重移動の練習をとにかく必死こいてやって、あれを身につけないことには、ね、話になりませんので、ね、今のいろいろなこう、8の字集合体。8の字って、丸が2つくっついてます。8の字、丸2つ。ね、丸が、動きに、角がないっていうのが8の字の特徴。角があると動きがこう、一瞬途切れますよね。それが丸っていうのは滑らかに動けます。だ当然素早くも動けるんです。四角を早くは描けないけど、丸だったら早く描けます。体の動きも角張ってると時間がかかります。丸だから滑らかにスイッと動けるわけ。だから、まず横がいいと思うので、横の体重移動で、練習して、これをまず身につけてください。ね、今のを理解して、もらえれば、あとは本当に当てはめていくだけなので、はい、女性の方行きまーす。ね、スライディングドアに、今のヒップムーブメント。ってことは、まず、右足を下げるために、左足を使います。グイン。で、右足が下がって、お尻が右回り、左回り、ディレイ。ギュッ。そこに乗って、右回り。左回り、右回り、左回り。右回り、左回り、右回り。2、3、4、1、2、ということ。横向きで。ワン、エン、右回り、左回り、右、エンド、トゥー、エンド、スリー、エンド、フォー。お尻だけではなくて、胸、肩、グリングリン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 、ということです。はい、できた。はい。まあ、じゃあまず女性の方のムーブメントでした。はい。男性の方のヒップムーブメント。まあ、基本女性と同じなんですけれど、ワン、エン、左足前。ってことは、左回り、右回り。で、ここで、まあ、フォーワンちょっと置いておきます。で、横ツー、ね。こう同じように、右回り、左回り、右回り。左回り、右回り、フォー、ワン。右回り、左回り、右回り、ツーってなるんだけど、ちょっと、気をつけてほしいのが、その、後ろに、ツー、スリー、フォーっていう、ここのところ。ここのところが、ちょっと難しいというか、悩みどころで、ちょっと通常と違う使い方をします。横向きで説明しますね。こういう、ツー、次の4のディレイの時に、この足で多分ちょっとアクセント的に、4、ね。9、3、4という風につきます。そうすると、こっから横に行こうとすると、このムーブメントなくなりやすいんです。2。ね。そのままこう倒れ込むように2っていう風になりやすいんですけど、そこのところを一回ちょっと余分に使うような感じで、2、3、まあ4で例えばこう、ある程度開いたとします。これを一回締めて、それから横に、2、3、4という風に使います。なので、4、1、
エンド、ワンエンドぐらいで一回こう開いてたものを締めるような動きが入ります。two, three, four, one, and two, three, four, one, two, three, four, one, and two, three. ちょっと逆に使うって言えばいいかな。正面からいきましょう。two, three, four, one, and two, three, four.two, three, four, そこを一回締め。two, three, four, という。だからそこがちょっと男性からすると難しいところ。それがないと運動として途切れちゃうんですね。two, three, スパッ。ね。two, three, four, one, two, three, four で動きがなくなって、two という風になりやすいので、そこで運動が途切れないように、two,three, four, その後そこのところを一回締めて、two, three, four, one, two, three, four, 締めて、one and two, three, ね。そこから締めてから横にグイ、グイ、グイ。やってることは同じで、さっきの体重移動でね、こう乗ったらば、お尻だけじゃなくて、胸とか肩とか、グイン、ね。体重移動で、やった体を全身をフルに使って two, three. で、この前に行ったところ、ここもなんかこうブツッと切れやすいところなんで、そこもちゃんとね、ムーブメント。グリン、グリン、グリン、グリン。two and three and four. one and two and three, four. one and two and. two and three. two and three and four. ね。しっかりと、ムーブメントをつけるようにしてみてください。スライディングドアって男性女性がこうすれ違うもの。ね。縦の動きと横の動きってなる。で、それぞれに形があって、動きがあって、両方大切なんですけれど、自分たちの考え方としては、スライディングドアのその縦と横っていうのは見せ方が違うと思ってます。何を見せるかっていうと、縦の動きの時、そこでラインを見せたい。ね。で、横の動き。そこでムーブメントを見せたい。それぞれ、例えば縦の動きだったとしても、ラインもムーブメントも大切なんですが、どちらかっていうと、縦の動きの時にラインを、横の動きの時にムーブメントをっていう風に、あえて狙いを分けています。なので、縦の動き。せーの。ここはビシッというラインを見せたい。two, three, four に対して横の動き。ここ柔らかくグリーン。グリーン、ムーブメントを見せる。こっちでライン。ビシッ、スリー、フォー、ワン。横、グリーン、グリーン、フォー、ワン。縦はビシッ。って言うと狙いがはっきりしてくるの分かるかな。ラインを作ったからってムーブメントなしでいいよって言うんじゃないけど、例えばラインとムーブメントが、こうね、半々、ね、5対5ではなくて、ライン8、ライン14。こっちの場合はライン8、ムーブメント2ぐらい。こっちはムーブメントが8、ライン2ぐらいな感じで、ちょっと、比率が、重点を置く比率がちょっと変わってきます。まあ変えてます。ね。なので、スライディングドアの時、自分たちとしては、まあ逆に言ったら、ラインもムーブメントも、それぞれでね、順番ではありますけど、両方見せられますので、なので、まあ、その上手い下手がこう、ね、出やすいステップにもなると思います。
スライディングドアベーシックステップでもありますし、バリエーションでもよく使われてます。よく使われるってことは、そんだけ、まあ、かっこよく見せられるステップということだと思いますので、それぞれ、まあ、前回のラインの作り方であったり、このようなムーブメントであったり、その辺を意識して、やってみてくれるといいかなと思います。はい。せーの。Let's practice!